鈴木美希夫は、日本の政治家、山梨県公衆市長、第124代山梨県議会議長、山梨県議会議員、演算市議会議員などを歴任した、山梨県演算市に生まれる。1971年3月、山梨県立農業大学校卒業。1995年4月、演算市議会議員に初当選。2003年、3期目の当選。 2005年8月に行われる演山市長選挙に立候補の意欲を示したが、その後断念した。同年7月22日に市議を辞職し、28日、山梨県議会議員補欠選挙に演山市選挙区から無所属で立候補し、無投票により初当選。2011年の県議選から自民党公認で立候補し、3期目の当選。 2016年9月2日から2017年6月22日まで、第124代山梨県議会議長を務めた。2019年、5期目の当選。2020年1月31日付で、公衆市長の田辺敦氏が健康上の理由により、辞職。これに先立ち、同年1月7日に、市長選挙への立候補を表明した。そして同日付で、 自民党山梨県連幹事長を同月14日に県議をそれぞれ辞職した。同年2月9日に行われた市長選に自民党山梨県連の推薦を受けて立候補し、元市議の藍沢俊之との一騎打ちを制し、初当選した。当日有権者数26,668人、最終投票率62.82%。ありがとうございます。